ビンコブチビンコブチビンコブチは、クロアチア東部ブコバルスリー m 軍の都市及び基礎自治体である。人口は2001年の国勢調査で35,912人で、ブコバルスリー m 軍では一番人口が多い都市である。クロアチア鉄道の輸送拠点の一つで、セルビア方面へ向かう路線が経由する。ビンコブチは、スラボニア地方東部に位置し、 軍とブッコバルの南西1 9トル、ジュパニアの北2 4トル、オシエクの南4 3トルの地点にある。ボスット川に沿った平地に明け標高は9 0ルで、穏やかな大陸性気候である。ビンコブツイは、すでに新石器時代頃には、人が住み始めていたとされ、青銅器時代には、ソポト文化と呼ばれる文化が形作られていた。ルリア人たちが居住するようになるが、 ケルト人たちとの争いも起こる。その後、ローマ帝国によって、俗州パンノニアとして支配され、ローマ都市、キバリス、または、キバライとして知られていた。ローマ皇帝、ウアレンティニアの一星やワレンスの生誕地でもある。しかし378年には、西ゴート族により都市は破壊されてしまう。その後も、フン族やゲピド族、東ゴート族、アバール人などにより破壊された。 スラブ人の流入によって居住地が形成されるようになり、11世紀よりハンガリーの歴史書に言及され始め1242年にモンゴルにより侵略される。村が現在の名称であるビンコやビンコブッチで言及され始めたのもこの頃である。1527年からはオスマン帝国によって支配されるようになり、オスマン支配は1687年まで続いた。 カルロビッツ条約によって1699年以降はハプスブルク君主国の支配に移行する。その後は交通の要衝として地理的な立地の良さから再び発展し、ハプスブルクによる支配は1918年まで続く。1941年から1945年まではクロアチア独立国の領域で1944年4月17日より、 連合国より交通の要衝であることから激しい空爆を受ける。第二次世界大戦後は大化なく過ぎていくが、20世紀も終盤に差し掛かる1990年になると、再び歴史的に大きな影響を受けることになる。1990年に始まったクロアチア紛争では、クライナセルビア人共和国とクロアチア共和国との間の前線に近いことから、多大な被害を受けた。 周辺の村をはじめ、都市中心部の重要な施設や工場などの施設はのきなみ被害を受け、経済活動にも打撃を受け、紛争は嵐作戦によって終結する。1995年12月から1996年12月まで、ビンコブチ駅はボスニアヘルツェゴビナ紛争関連の和平、利口部隊ために役の基地として使われた。 ビンコブチの文化財で注目されるのは1100年からのプレロマネスク様式のメラや教会とカールマーン、ラースロー一世の紋章で中世クロアチアの文化的に最も重要な記念物である。秋にはスラボニアでも大きなイベントであるビンコバツックジャゼニーが開催され、スラボニアの民族舞踊が披露され、伝統的な衣装やオリジナルのパフォーマンスが見られるほか、 地域の伝統的な食材を楽しめたり壮大なパレードが行われる。ビンコビツイの経済は公益のほか、交通、食品加工、金属加工などを基礎としている。工業は食品の他にも、建材や木材、家具材、比較、織物なども生産されている。周辺は豊かな農産地や畜産地が広がっており、品種改良の中心地でもある。ビンコブツイは、 クロアチア東部の鉄道の輸送拠点で、ボスニア・ヘルツェゴビナやハンガリー、ザクレブやベオグラードからやってくる路線が交わる場所で、ザクレブに次いで2番目に大きな規模を誇る拠点である。幹線道路も交わる場所で、ポサビナとポドラビナを結ぶ、幹線道路 D55 号線と地域の道路が交差する。ビンコブツィは、オリエント急行殺人事件の舞台になった場所でもある。 ありがとうございます。